あれでしょ、電車のとこです。ああ、あれだ、来た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 、動いてる動いてる、こっち向かってくる、結構明るいね、うん、こっち向かってくる、階段がスルスル降りてきたらいいね。来た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 、早い、見た見た、なんかさ、紐みたいなの出てるの、紐見て、当たり、来た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 、優雅に動くね、見えた、あやのちゃん、明るいね、結構早い、すごい、そう、無理だよね、腰が動いてる、もっとはっきり見えるダメだやっぱり、見えちゃったじゃん、何やってるの、私見えてよかった、来年だったらね、一緒に走ってるかもしれない、やめろでも結構上に来たら明るい、明るい、明るい、へー、すごい、ランパパの情報でしょあれか、すごい、すごいすごい、でも初めて、初回にあの水星とかが見えた時の感じと、やっぱ飛行機でもなきゃ星でもない、あ、電柱が邪魔だ、人が乗ってんのか、乗ってんだよ、あれ宇宙ステーションだ、希望だもん、宇宙ステーション希望だから、人工衛星じゃないからね、実験やってんのよあれ、日本人が乗ってんの、当然見えるに決まってんじゃん、我々は見えるわけないだろバカだこんなましてや暗いのに北北東向こう行った時の方があれだね、明るいね、まあ、ちょうど暗いから東側、ね、ラッシュ危ない、ラッシュ、ラッシュ、ダメ、見ちゃった、まあうん、昔ハレー彗星も見たよ、もううちの息子が小学校低学年ぐらいの時、ラッシュ、ここすごいな、よく見えるな、ずっと疲れさん。じゃあね。さよなら。あ、見えなかった。